白熊キッチンです。肉巻きごぼうを作りました。レンジで時短、豆苗でかさ増しをしていて、チーズ好きさんにおすすめの一品です。ご飯のおかず、お酒のお供に、行楽やお弁当にもどうぞ。分量は概要欄にも載せています。それではゆっくりご覧ください。
お肉とチーズとごぼうの香りに食欲をそそられます。チーズ入り肉巻きごぼう完成です。できました。乾杯。お子さんも大人も好きな味に仕上がりました。熱々も美味しそうだけど冷めても美味しいと思います。こってりしたタレがビールに合います。チーズインがグッドです。余ったごぼうもおかずになります。ごぼうは整腸作用がありダイエットにも向いた食品です。栄養に関して概要欄に載せています。お肉の旨味を吸っているのできんぴらとは違った美味しさです。お弁当や作り置きにも良さそうです。ごぼう単体もグッドです。ご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。